さあ今日は湯沢のナスパスキーガーデンに来ております。今日はスキースクールです。おっとっと著作権もあるな著作権もあるえあそうかゴーグルしたいから大丈夫で今日は特別ゲストの、はい、Y さんですY さんさあ今日はここでねみんなでスキーをやります。みんなね来てます。これからねグループでスキースクールレッツゴーしようというところですね。ナスパスキーガーデンホテルニューオータニの、真横に位置してまして、リフトが全部で5本って書いてあったね。ここから見えるのは3本ですけどね。途中から上に行くやつがもう1本あって、あと1本ちょっとどこか、あ、そうだ。ここで1本2本なのね。で、ここで1本。で、ここで途中から1本と、そこから上に1本ある。はい、行きましょう。さあ、翔くんだけスキーを履いて、高学年と一緒に行きました。どうなることなんでしょうか。さあ、始まりました。行きましょう。さあ、始まりましたよ。今日はね、今日はあの大人のみのグループで、滑ることになります。先生の、後藤先生と、長谷川さんと私と久保さんです。4人で、で子供たちは高学年グループがベテラン先生、何が言ったか、メインクラスターのシンプルたちのパパが、リュウというのを見てくれてます。で行きましょう。来た来た、ショウ君来た来た、頑張った頑張った、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫。どうぞ。次と動かないの。え？動きましょう。おお。おお。強い強い強い。起きれるか。生まれた。ありがとうございます。卵から生まれました。生まれた。やったね。始まりました。はい。お昼ご飯です。レストハウスエデンでお昼ご飯です。エデンでお昼ご飯です。あ？こっち見てー。はーい、チーズ。うん、上手だね。よっ。お、なんかうまいね。パンしてるね、ちゃんと。なんかうまくなってるな。はい、ポーズ取った。いや、みたいな。今いいんじゃない？いいよ。あー、バランスいいな、あみちゃん。うまい。あー、上手だね。捨てて。取れてったぞ。おお、いいね。大きいターン。いいよ。ゲレンデいっぱい余ってたら始まる。最後
すごい。パワフルに豪快に全てをなぎ倒す。食べる。よし、オッケー。いいよ、翔くん。勇者いけ。いやいや、考えながら行ってください。ほんと。そうだね、ブーツがね、大きくなったから。大丈夫大丈夫、気にせず行けば。もうなんか滑り方ちょっと変わったね。少しずつ滑り方が改善されている。いいね。じゃあ今日もバターたっぷり塗ってください。サラダ。あ、いいんじゃないかな。はい、OK です。どうぞ。ママにそっくりだな。うん、お、安定してるね。どうかな。あ、いいよ、じゃあ、はい、いいよ、ちょうど空いてる。あ、ちょうどあれついてくる。はい、じゃあそしたら、症状をおじさん作ってきました。おすごい。はい、お願いします。はい、では天狗スキークラブオリジナル天狗合格発表をこれからいたします。順番に読みますので、名前呼ばれたら前に出てきて、合格者の方を、授業してください。続きまして発表します。浦田龍馬。はい、はい、頑張りました。 4.09 です。おお、はい、おめでとうございます。はい、ということで、はい、礼して、ちゃんと礼して、で、礼先生で、はい、よっとね。はい、浦田龍介殿。初めてもらう症状で 3.89 です。 おー、 おめでとう。浦田翔くん。はい、返上聞くね、返上聞く。ちゃんと聞くね。 3.59 合格です。おお、はい、おめでとうございます。じゃあこれは私の方からサプライズで、浦田千里さん。おや、 3.39 おめでとうございます。よかったよかった。はい、行こう。みんなでいい。ダメ、これもかもしれない。イエーイイエーイ。なかなかね、今日はいい、この目の前、目の前。インスタントの先生、インスタントの先生。え、インスタントの先生、もう足がヘトヘト。ヘトヘト、疲れちゃった。もうもっとやりたい。うん、結構ね、ガラガラする。そうだね。あ、ちょっとお前雪玉の肩だけ。
こで。最初にみんながここから行ったところまでも。下まで行くね。うん。いや、どんだけ、いいよ。行こう行こう。うん。俺子供が撮影してこう。さあ、ようやく撮れる時に来ましたよ。さあ、行きましょう。うん、大丈夫か。重心前で前。はい。青リンゴ。青リンゴ。ユーマ取る、ユーマ。え、煽ってないよ。さあ、ユーマ君にドッキングだ。来るぞ、今来るぞ。リレを取るから、おじさんが下でリレを取るから、下で取ってくれるって。はいよ、シン君いいよ。はい、いってらっしゃい。はい、行きました。選手みたいな。そうだね、選手みたいだね。最初嘘だった。おいしいよ。行け、今くん。よっよっよっ。うん、ね、疲れちゃうよね。行った行った。ずっとロボット。はい。おしよ。ゴー。ゴー。さあ、行きました。どうぞ。どうぞ。うん。ピヨ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いや。いや、ゴー。初めて使うね。なあ、広く使うな。よし、よし、よし。いいよ。まあ、行けばわかるでしょ。行けばわかるよ。ああ、翔くんでもターン上手くなったな。ああ、ね、ちょっと上手くなった。あ、翔くんね。翔くんね、翔くん安全第一だから。うん。スリルはいらないんだって。ゲームだとスリルばっか好むんだけど。え？アジする。翔くんがね、着いたらね、あの、ゆかちゃんのパパが手を挙げてくれるから。いいよ。あ、回った。ほら、見て、ゆかちゃん、綺麗じゃない。無駄はないよね、3ね。よしよ。さあ、うん、どんどん行け。取ってない取ってない。終わりましたね。行きましょう。さあ、じゃあ行きますか。さっ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 。キャンパイじゃないか、キャンパイ。キャンパイ、キャンパイしよう、キャンパイ。ユースケあるね、シンクあるね、オッケー。キャンパイ。もう一回行くよ。
あ、間違えた、動画撮っちゃった。ごめんごめん。何してんの。はいはい、バッテリーどんくらいある。こんにちは。まだあるな。よし、バッテリーまだあるな。まだある。カロピス、カロピス、カロピス、カロピス。はい、お待たせしました。はい、皆さん、はい、スキーお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日もスキー頑張る人。はい、はい、じゃあ、すごい、いっぱいご飯食べて早く寝ましょう。はい、早く寝ましょう。はい、あとね、ラーメン作るからね。うぇ、ラーメン、あとお米もいっぱいあるから食べてください。はい、いただきます。いただきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。乾杯。おい、なんで俺だけ仲間外れになりそうなんだよ。いや、だって仲間にやつじゃないの。なんかさ、はい、シンプルだった。いただきます。飲もうとしてシンプルになぜか息吸っちゃって、ハイハイ、そういうのね。だいたいさ、割れないように一回しかやらないないよ。それがね、あの、ヒソディっていう、うちにね、クソバカがいる。あれだよ、あんまりちょっと、あの、お家の周り周辺を突っ走って、親はね、それで、あの、女の子がね、すごい凶暴的な人がいて、クソバカだって、クソバカだって、狙うのを、あいつだけみたいな、二人目で、投げる速度、ちゃんと玉村でしょ、玉村。それで思いっきりキュッと投げたの、したら背中にパッと当たった。やばい。やっちゃダメだよ。えねえ、えねえ、あったの。えねえ、ね、マジでね、学校の帰りにやばい。あのね、まあ、俺が聞いたんだけど、俺聞いただけなんだけど、それであの走って逃げたらしくて、後ろ見たの、実は。やっばい。えっと、ドッジボールとかあるんだよ。あ、あるね。ドッジボールってさ、真ん中の線引いてある。あそこにさ、真ん中の線ギリギリまで。おちょっと待って、はい、盗撮カメラあるぞ、そこに。そうだよ、盗撮されちゃうやん。めっちゃ近い、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 撮られてた、やばい。コンセント教えてもらって、コンセント、コンセント、コンセント、いいぞ、翔くん頑張ってるぞ。あんまりいいよ。それいいか。うまい。うまい、うまい、よかったね。スキーいっぱいやったからお腹空いたろ。いいよ、いや、よしご。さあ、ナスパスキーガーデン2日目午後、家族だけで滑ります。今日のね、レッスンが終わって、みんな、先生たちに教えてもらいました。ゆまくん、ちょっとターンしてみようか。簡単に軽くターンしながら行こう。ターンもね、少し教わりました。はい、上手、上手です、上手、上手、いいよ、上手にね、ターンできるようになりました。はい、上手、上手、いい感じ、いい感じ。いいね、起きた。翔くん行っちゃってもいいよ。うん、ちょっと確保する、いいよ、いいよ。お尻に甘くない？うん、
っちゃうか。よし、いっちゃおう。いいよ。仕事してますね。何やらここで穴を掘って仕事してます。クラフト作業してますね。何か夢中になってます。ストックで雪を掘って掘削作業してますね。これが楽しいとのことです。いいですね。ずっとやってます。さあ、ママが一人でリフトに乗っております。一人でリフトに乗っております。お一人様です。イエーイ。ゆいちゃん、滑り台作ってんの？いいね。帰りびしょびしょだね、これ。いいんじゃない？もう一回行ってきていい？いや、行って行けねえよ。行けないか。この状態で行けないよ。
違う。あ、前見て、前見ろ前見ろ、いいね、いい感じだね、はい、いい感じ、はい、ゆまくんが作った滑り台を滑ります、行きます、はい、これ3個あるんですけど、はい、これがトンネル式で、はい、これがね、はい、普通のやつで、はい、急のやつね、どこ滑るんですか、まずは普通のやつ、はい、まずはね、そうですか、何回か滑るってことですね、はい、うーい、いいね、次ね、はい、次はね、うん、こっちのあまりできない、はい、そこだ滑れんのそれ、滑れない、こ途中まで、はい、こうブリッジ壊れちゃうんじゃない、いや出られないじゃん、それ。そうだね。はいよ、黄色コース。急なコースね。大丈夫か。急なコース。急なコースね。はい。まっすぐ。まっすぐね。これが最後。はい。はい、どうぞ。
go。 はい、お、いいですね。ここに着陸、着陸ですね。はい、ここはどこかですね、このねレストハウスのねリフト降り場のところですね。はい、リュウちゃんと俺で作った、うん、全部の滑り台です。はい、3つの滑り台ね。はい、はい、ありがとうございました。ではまた、ここです、ね、このリフトの一番左の、ね、リフトのね乗り場、まあ降り場のところですね。はい、ちょっとね、うん、行ってなかったけど、そうだね、最後まで頑張りました。はい、頑張りました。やめろ投げるのこと。じゃあバイバイ。はい、よしよ、行きます。はい、じゃあこのね滑り台は、滑り台よ、バイバイなんですね。これは橋の上の部分をね壊します。渡ってみましょう。はい、今までありがとう。はい、行きます。はい、乗れるんじゃないの、乗ってごらん。壊れた、壊れたね。でかいでかい。おらおらおら、つけてみ、それサッカーボールでバーンつけてみ。違う違う、俺は、うん、転がしていきました。うん、転がすの、転がして、はい、残れないじゃん。今がストック忘れないで、それ忘れないよね。はい、せーの、おー、僕もそこまで行ってきます。はい、はい、えい、はい、楽しい。じゃあバイバイ。バイバイ。上がったの？上がったの？ここ上がったの？違う？どうしたの？ここの坂上がったんじゃないの？何やってんの？あ、そうなの？で、これだけ？そっか、まあ巻きました。うまくだったね。ああ、はい、ああ、そういうこと。翔くん来ました。リュウスケがこけた。そう。
今が待ってたの。立ってね、ストックでついた方がいいよ。立ってストックでついた方がいい。おい、真下向けると滑ってっちゃうから横向けな。ほほーい。ちょっと行こう。こけました。はけた？はけてる？ああ、大丈夫だよ。行こう。さあ、最後ですよ。親子5人でね、最後滑って帰りましょう。おい、行こう。さあ、行こう。最後だ、最後。お、ちょっと青空を見えて。ね。さあ、5人で貸し切りですよ。貸し切りゲレンデですよ。貸し切りゲレンデ、どうですか？貸し切りゲレンデですからね。あ、チョコか。やるか、チョコ。貸し切りゲレンデ。よいしょ。最後、直角行か。お、もう分かりやすいじゃん。直角行か。もう誰もいないから。最後、貸し切りですよ。大丈夫か？手に入った。じいちゃん、そっち行くと滑れなくなっちゃう。もう終わりですね。前見てよ。もうりゅうちゃん行ったからどんどん行こう。どんどん行こう。ここ取って、ここ。どんどん行け、どんどん行け。かっけ、かっけ。どうした、目痛いの？ああ、目に雪入っちゃうよ。行きましょう。まだか。またりゅうちゃん転びました。見て、また乗っちゃった。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 また変なとこ乗っちゃった。さっきも転んだから、また転んだの。なそうだ。転んだか。転んだというか座ったら大丈夫です。それは転んだ。それは転んだ。最後おいでよ。もう最後だからね。ゴーグルつけた？うん、つけた。行こう。そしたら目は全然平気だから行こう。よし、行きましょう。最後行こう。さっきの場所。うん、そうだね。さっきの場所だね、ここね。じゃあバイバイだ、ゆまくん。さっきの場所ね。バイバイ。え、違う場所だよ。さっきのとこゆまくんもうちょい右だから。ああ。で、行こう。最後。最後。そう、ゆまくんはさっきのところね、バイバイしてた。なるほどね。ピー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 。よし、ゴー。そう？分かった、ちょっと待ってな。どれ？濡れてて見えない？中身が。中身が？ちょっと待って。よいしょ。一瞬だけだよ。これすぐ下降りるとまたすぐ曇ってくるから。どうほら。よし、行け。ゴー。すぐ行った方がいいよ。またすぐ曇ってくるからな。よし、行こう。行くぜ。はい、行こう。うん、それがいいよ。人がいなくなってからやった方がいい。ああ、いいね。どんどん行きな。
直角起きてる、危ねえ。で、そうです、まっすぐ行っちゃう。なるべく左側、今はリスケと今がいるとこちょうどいい、うん、そうでそう。行きましょう。できてもう行きはないんだよ、ここ。さあ、じゃあ目いっぱいやりましたね。はい、お疲れ様、終わりです。帰ります、さよなら。あ、これナイターやってるのかな、これね。夜ナイター用、こっちだけやってるんだ、これね。ナイター用、ナイター、夜ね、夜のスキー、な、泣くわけじゃない。ええー、ね、ナイタースキー、こっちナイターやってるのね。はい、じゃあ行きましょう。あ、向こうやってますね。バイバイ、楽しそうっすね。バイバイ、バイバイ。で、少しあの手を押し落として、あの人は骨盤に乗ってみたいな話を最初で言うから、骨盤で少し、骨盤で腰の骨を少し丸めてもらう。とにかく自分が乗りやすいように板の上に足の裏で乗っかるようなイメージを自分で、イメージ自分で作って、うん、サスカースタイルで、こう、前かじ、前かじ、後ろ足パターン、うん、ま、だから自分の中で、覚えてあげるとかけない。前かじゅーってターンするで、前かじゅー、後ろ足パターン、前かじゅー、後ろ足パターン、みたいな。本当だね。それがいい。サスカースタイル、前荷重、後ろ足バッター。これいい。はい、どうぞ。サスカースタイル、前荷重、後ろ足バッター。これいい。これいい。合言葉はもう、これで。サスカースタイル、前荷重、後ろ足バッター。これいい。それだけで笑い取る。これだけでもう、あの人たち笑い取る。ゆかちゃんって言われる。サスカースタイル、サスカースタイル。前荷重、後ろ足バッター。前荷重、後ろ足バッター。サスカスタイル、キープ、前荷重、後ろ足バター。それでもそのスタイル。でもね、やっぱ掛け声って大事なんだよ。よいしょみたいなさ。なんとなく力入るじゃん、よいしょっていうか。せーのとかってやった方が力入る。祭りとかなんかしないと、せーのとか言っちゃうじゃん。そういうのってね、やっぱ掛け声大事。変な円弧感覚。自分の板で円弧感覚。だから、上半身はおのずとこうなってくるよ、その中心に向けて。で、ターンが終わったら上半身は戻るよ。ってことは遠心力でこう働いてるからね、こうなってるから、この中心じゃなくてこれが板だから、で、こう戻ったら重心は変わらないんですけど、上半身は。さあ、帰りの上里エリアで、サービスエリアでご飯だ。夜ご飯だぞ。さあ、行きましょう。行きましょう。これか、ここ来たことあんな。さあ、まずはトイレだ。すげえ、激混みじゃん。やばいね、これ。